巨頭流七代目当主ヤスリ七華、押して参る。親父なら死んだよ1年前。今は俺が当主だ。虚しい刀の流れと書いて巨頭流、刀を用いない闇の流派。礼を言うぜ巨頭流、久しぶりにびっくり仰天ってやつを体験させてもらった。名を捨て、家を捨て、こんな島で終わってしまうのか。島を出るか、今さら。めんどくさい。伝説の刀鍛冶四季崎キキが最後の12本、それを収集する命をそなたに与えたい。勘違いしないでくれよな。ただあんたのためにしたくなっただけなんだからな。愛で動く人間は信用できる。ヤスリ七華、私に惚れていいぞ。